い、こんにちは。こんにちは。今日は、浅草で餃子バーケイスケっていうのをやってる尾形さんと一緒に京都餃子巡り、はい、でいいんですかね。いい、行きますありがとう、お願いします。ドイツのノンアルコールビール。これ、伊勢。それは伊勢カード。伊勢カードペール。ドイツ。お疲れです。あ、これ美味しい。美味しいわ。ちょっと飲んでみる。俺それちょっと飲んでみるできるんだ。そうだ。味で言ってしまう、うん、非常に味付いてますけども、お好みでね、その醤油を出しますので、あ、すいません。今日の餃子で生姜多いんですかね。うまいわ、軽いわ。来ました。ないの、なんか一人かって、二人でそういう理由から、女はしゃあないな、男それやから。あ、なナンパしてたの。してへんの声かけただけだ。鶏皮餃子、はい、うん、5種類もあるやん。こんにちは。お手さん、いただきます。いただきますでは、明太子ポテサラはマヨネーズをつけてね。これがポテサラ。いいか、食べてみよう。うん、うわ、めっちゃ明太や。ポテサラや。うぜん。いや、嘘やんて。ポテサラやで。
そう。いただきます。これです。胡椒もあるよ。どうぞ。なしで食った。うん、ありがとう。来ました。ダダダダダーン。なんか、綺麗。そうそうそう。いただきます。これ、いただきます。見てない。圧倒的に焼きやね、この中や、うん、すごい建物や、ね、こんにちは、いいですか、はい、どちらからお越しですか。うちらの東京で餃子やってるんです。あ、東京で餃子を、はい、で今日の餃子食いたいからって、回りたいからってお願いして、そうですか、はい、で立ってみたら湯葉餃子ってなんやこれとか、枝豆を、枝豆を、はい、この四つ富会館っていうのは渋いね。四富会館って言うんですよね。四富ですか。まあ、これ市場富の子市なので、で、4富って、ああ、もう60年前からね、こういうスタイルでやってるところなんですけども、表札かかってましたね。そうです、はい。で、ここの大家さんが塚本さんいて、この上に見ながら、まあまあ、管理をしているんですよね。構造さんもいいのをしとこう。ありがとうございます。いただきます。あ、ありがとうございます。うん、上、うん、今日は20日、こんにちは、おやすみや、おやすみ、そうなんです、せっかく来たのに、お姉さん何やったの、そう、失礼しました、ごめん、今日まで休みで、こんにちは、はい、ありがとう、ありがとう、来ました、いい感じ。
ません、これを待ってたんですよ、この1年間。あの時ギョーザうまいの？食べた、食べたよ、食べたの、美味しかった、美味しかったよ、だから来たんですよ。そうね、最低ね。いただきます。食いたかった。シュワッチって書いてあるどこ？じゃあ香川、一応だから包んでるのは自分だよね。いただきます。できます。お腹いっぱいです。少々甘い。キャベツのようで。
少々厚いで。割と分厚い。お疲れ様です。